古川雄大、ストーンズ京本大河と W キャストの主演舞台中止を謝罪。俳優古川雄太、37、が24日までに X、旧ツイッターを更新。ストーンズ京本大河、29、とダブルキャストで主演を務めるミュージカル、モーツァルト。東京、帝国劇場。 の23日夜公演が舞台機材トラブルのため中止となったことを謝罪した。写真、古川雄大、本当に申し訳ありませんでした。古川は同日夜の投稿で、本日、ミュージカル、モーツァルト、2幕が公演中止となってしまいましたと報告。今日という日を楽しみに、帝国劇場に足を運んでくださった方々、 本当に申し訳ありませんでしたと謝罪し、また皆様に講演をお届けできるように努めますと思いを綴った。同作でモーツァルトの姉ナンネール役を務める女優の大塚千尋38は自身の X で、モーツァルト夜公演、気候のトラブルにより、安全を考えて中止となってしまいましたと中止となった理由を説明。みんなで、 感想を目指していたのでとても悔しいし、今日の公演を楽しみにされていたお客様のお気持ちを考えると胸が苦しいです。本当にごめんなさいと複雑な心境を記した。同作は、才能が宿るのは肉体なのか魂なのかというテーマをベースに、人間モーツァルトの35年の生涯に迫るミュージカル。 25年に建て替えのため休館する東京。帝国劇場のクロージングラインアップとして約3年ぶりの上演で、29日まで公演を予定している。